はい、では前回はこちら待機にしてあります。こうなってますね、こうなってます。でこちらのフォークのところに、このフォークのところにサンプルを取り付けます。でサンプル箱はこうなってます。でちょっと待ってくださいね。で真空を扱うものですので、真空用のクリーンのゴム手袋用意します。でなおかつ、アルミの裏の部分が綺麗ですので、一般に売ってる、アルミホイルですね、それを使います。でこんな感じにします。でちょっと今カメラ持ちながらやってるんでちょっとやりにくいので、ちょっといろいろとお手数かけるんですけど、で、この中はもう綺麗に、エタノールとアセトンで洗浄してあります。なのでこれ捨てて触らないようにします。ちょっと待っててくださいね。で今手袋を貼りますね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと持ち方があんまり良くないですけど、手袋をはめました。で、この中に、入ってます。で、この手袋をしたままいろんなところ触らないでください。気をつけてくださいね。服触ったりとか髪の毛触ったりとかする人たちはいますけど、それダメです。これも一応洗浄してあります。で、これが、よかった、裏向けて、たまたま裏向けてあるんですけど、真空用のフェム用のでいいんですけど、カーボンテープなんです。でこれちょっと失敗しちゃったのが、これ幅8なんですよね。本当は幅5でのがいいです。だからもし迷ってる人は幅 5mm のやつ買ってください。で正方形に切って貼り付けます。で、一応ねサンプルホルダーがこんな感じになってます。これですね、サンプルホルダーこんな感じになってます。でこの真ん中のところにこのカーボンテープを 5mm でつけてサンプル貼り付けます。あんまりいい例がないんですけど、まあこんな感じになってたりとかですね。あのネジはいらないですね。まあもう少しいいのはこんな感じですかね。3つつけたりします。まあここにあるネジとかはいらないですね。まあこんな風につけたりとかします。あとなかなか説明しやすくていいのがないですね。しょうがないですね。難しいですね。例になるようなものがないんでちょっと残念ですけど。であといくつか説明しておきます。これがモリブデンマスクになります。モリブデンマスクです。また後から、詳細に説明しようと思いますけど、このマスクをここの上にですね、ネジがあると思うんですけど、この上にモリブデンマスクをしてネジで締めるということになります。これをすると何がいいかと言いますと、チャージアップしやすいサンプルをチャージアップしにくくします。で、残念なことにですね、これだけをですね、ネジで締めて、これでネジで締めて、使ってみたんですけど、導通取れてないことがあります。なのでテスターでちゃんと確認することと、私の場合はこれも使って、つけます。これもこの下だけじゃなくて側面にもちょっとだけつけて、でこれをかぶせるっていうことにします。なぜかね、これだけでかぶせると導通が取れないことがあります。接触してるように見えて電気抵抗が無限大で出ることがあるので、気をつけてください。であとこれが、止め用のようですね。まあこれ使えばほとんどいらないです。これで止めたくないという時にこれを使ってここの出っ張ってるネジのところにつけて締めます。今それに該当するやつはもうほとんど使ってないで置いてないですね。まああまり使いづらいのは使わないようになってる、なっていきますね。やりやすい方向に、使いやすい方向になっていくっていうのが一般的です。まあこれは出てしまった。袋がちゃんと閉まってないので当たんですね。ちょっと片手ですごいやりづらいんですけど、こんな感じで、あたん持ってますね。でまあ今回はちょっと例としてこちらの使っていこうと思いますね。これですね。で本当はこれも取り出しちゃいけないので、取り出しやすいようにこれを使いましょう。まあこれが一応これ専用のやつになってます。
ちょっと見えづらいかもしれないですけど。であとですね、特殊なものとしてこのファラデーカップっていうのがあります。これね、当初は 何なのかがよく分からなくて、何なんだろうなって考えてたんですけど、これファラデーカップっていうものでして、こちらのイオンガンありますね、ちょっと見えづらいんですけど、このイオンガンが、焦点がどこにあるのかっていうのを調べるためのものです。この真ん中のところに、イオンガンのビームが当たるようにして流れている電流値と、あと焦点がどういうふうに合っているのか、外れてたらそれをうまく調節するために使うものです。こんなものになってます。この変なものを見つけたら、あ、これファラデーカップで、イオンガンの、調節をするために使うんだなと覚えてください。あともう一個ですけど、そういえばお話忘れてたんですけど、あともう一個あります。このスリットのやつですね。あ、これでいいで、あ、ちょっと分かりづらいな。これですね、これですけど、ちょっと今ピントが上がってないですね。これです。これはアナライザーの焦点位置を調べるために使うやつです。使うものです。ここにスリットが入ってますね。でちゃんとしたジャストフォーカスのところにこのスリットの穴のところを合わせると、強度が弱くなります。検出器のね。なのでそれを、強度が弱くなるところが、一番強いところだよ、ジャストフォーカスのところですよというのを調べるために使います。そうするとですね、これを使ってちゃんと合わせた後にカメラの、焦点位置、ここに焦点変えるところなんですけど、この焦点位置を、合うようにしておけば、あとはカメラで最大倍率の時に焦点位置を合わせたら、この Z 軸ですよ、焦点位置を合わせれば、アナライザーが一番いいフォーカス位置になるようにできるという優れた、設定の、機能になってます。まあ、これは、アナライザーの位置合わせ用に使うということを覚えておきます。ああ、これ見れる場所間違えちゃった。しまった、入れる場所間違えちゃった。ここに入れるものではないですね、ここですね。で、あとちょっと余分にですけど、ですね、これを切るためには、ですね、100均で売ってるような、表面、ごめんなさい、子供用の、糊がつきにくいとかベタつきにくいやつものが売ってるんですけど、それが一番便利ですね。普通のハサミやるとこれがベタベタくっついてしまうんですけど、おそらくちゃんと表面加工してあるやつは非常に使いやすいです。なのでそれを買ってきて、ダノールとアセトンでちゃんと洗浄して拭いてから使います。あと便利なのとしては、100均で売ってるこのデザインナイフもきれいにエタノールとアセトンで拭けば非常に使いやすいので、余分にこうはみ出たところ、このところのはみ出たところを切ったりします。なぜはみ出たところを切ったりするかって言いますと、一つはガスが出にくくしたりします。まあ、ちょっとこれ出てるように見えるな、あ、出てますね。ちょっと できるだけですね、こう出てないようにするのが一番いいです。この出てる部分からガスが出てきます、カーボンのね。なのでできるだけ少ない状態で、なおかつ導通が取れるようにします。まあ、これちょっとあんまり良くない例ですけど、まあ、こんな風にもできるよってことを覚えておきます。でサンプルはちょっと、セッティングによるんですけど、 2mm ぐらいであれば十分測定できるとは思いますけど、まあ44ぐらいあった方がいいかなと思います。これは十分でかいので、まだまだたくさん本当は載せられるんですけど、ちょっといろいろとまだサンプルが揃ってないので、こんな大きくガーンと載せてあります。じゃあちょっとやってみましょうかね。これでサンプルホルダーの説明は終わりですね。で実際サンプル入れてみましょうかね。あ、まあサンプルホルダー説明で終わりにしておきましょう。この後に、サンプル入れ替えることにします。